鹿島レオのチャレンジプラス。はい、お願いします。鹿島レオのチャレンジプラス、今日2月17日。すいません、はい、ちょっと天気が曇っちゃってるんですけど、よろしくお願いいたします。お願いします。鹿島レオのチャレンジプラス、この番組はですね、僕鹿島レオがですね、今までやったことないこと、できないこと、等をですね、ゲストさんに来てもらったり来てもらわなかったりしてですね、チャレンジしていきたいなという番組になってます。はい、ちょっとあれも見えますかね。あ、鹿島レオのチャレンジプラスに、ちょっとチャレンジが完全に手書きなんですけど。あ、本当だ。手書き感満載。作り時間がなくて作り直せなかったって言ってます。はい、先週、2月10日からの1週間、なんか面白いことありました。すごい雑な振りなんですけど。面白いことではない。まあ、新しいことですね、うん。チャレンジしたこと、新しいこと。ちょっと、山を登ってみようかなと思って、はい、その、山を登ってハイキングとかをやってみようかなと思って、その道具じゃないけど、なんかその上着とかをちょっと買って、はい、家でちょっと着て、なんか嬉しいなみたいな。山には行ってないんですか？まだこれから。あ、どこ行く？ここだと近場だと高尾山とかになるんですかね。高尾山とか、まあそこら辺に連なってる山とかあるんですかね。僕、うん、全く登山とかしたことないんですけど、うん、富士山の、うん、あそこです、5合目車で行けるところまで行けたぐらいで、うん、そこぐらいまでしか行ったことないんですけど、ね、だからそういう富士山とかも登ってみたいなって思ってて、まあそのね、このチャレンジプラスっていう企画の中中じゃないけど、まあ、そういうちょっと刺激を得たので、ちょっと今年はそういうことをしてみたいなと思って服を買いました。でもそれ多分動画撮ってもらえれば、え、リュウコさんがいたんです。なんて嫌なんです。撮ってもらえれば、うん、やっぱ流せるので、あ、まあ、ちょこちょこその皆さんにお届けできるなと思うんですけど、はい、ぜひぜひ撮っていただければ。はい、わかりました。レオはなんか面白かったこと？そ、面白かったことは別に自分で言ったんじゃん今。は面白かったことはないんですけど、うんうん、初めてじゃあなんか体験したこととか。初めて体験したことは、うん、あの僕結構一人暮らしなんで、うん、あんまり家で料理するとかないんですよ、ほとんど、うん、でコンビニでサラダ買ったりするんですけど、うん、この間初めて、うん、あのこんぐらいの売ってるじゃないですか、ドレッシング別みたいな、うん、あるね、うん、あれ買ったらフォークつけられたんですよ。うん、うん、まあ野菜だからってことなのかな。いや、わかんないですよ。僕、うん、あの顔が濃いんで外人だと思われたのかなと思って。そう、それが面白くはないですけど、うん、初めて起きたことですね。あります。だって普通、うん、あの箸じゃないですか。サラダ単体だったらわかんないかもね。なんか付属でなんか、例えばそばとかだったら、うん、だったらそばとサラダっていうのはあれですけど、だったらお弁当とかだったら、そうなの、箸だけとかさ。一回あれなんですよね、うん、あのアイスコーヒーに砂糖はつけられたことあるんですよ、うん、マックで。マックで、あのアイスカフェラテか、うん、売ってるじゃないですか。マックの美味しくてたまに買うんですけど、うん、あれに僕、あの苦いのダメなんで、うん、砂糖つあの1個お願いしますって言ったら、うん、まあ、僕の多分言い方が悪かったんですけど、うん、砂糖って言ったんで。そしたらあの棒のスティック砂糖、はいはいはい、スティックシュガーか、うん、作られて、いやこれ、あ、そ、あ、すみません、溶けないんでちょっとあのシロップでお願いしますって言って頑張ったら溶けるよみたいな感じで、そのなんか多分ちょっとあの入ったばっかの女の子だったんですよね、うん、多分それでちょっと理解できてなくて、あ、はい、あ、すみませんみたいな感じだったんですけど、はいはい、怒ってるわけじゃないんでその機会じゃ怒りませんよっていう、そういうこともあるのかな、ありますね、うん、じゃあここで、私鹿島レオなんですけど、うん、まだまだ全然知らない人が多いと思うのでプロフィールを紹介したいと思うんですが、ごめんなさい、はい、その前にですね、はい、あのいつもやっている、うん、コロナの説明をすみません、そこの撮ってもらって、すみません、共有してます、はい、ごめんなさい、はい、コロナですね、私たち2人もですね、ここスタジオ入る前に手洗い、検温、
消毒はしてるんですけど、さらにですね、はい、この空間をそのウイルスをまあ対策もう6回ぐらいやってるんで、そうなんだよね、毎回言うことが違うから、違うっていうか、なんかあんまりなんかまだ慣れないな。なんかそのウイルスをまあ除菌とかなんかそういう感じのを、はい、このオゾンの力でやろうっていうので、まあ、これを起動させ て、はい、なんかちょこちょこプシュってなるんですよね、うん、でそれが一応12畳分までカバーできますよっていうので、はい、まあこのそんなに広くない部屋で部屋でまあ使うには十分ということで、まず5畳ぐらいですかね、はい、それぐらいなので、まあ、で大丈夫ですよという2人でもマスクなしでいけますよという感じになってます。はい、やってます。来週はね、もっとちゃんと読めるようにしていただきたいなと。ごめんなさい。じゃあここですいません。本当にというかプロフィール紹介をしたいと思います。はい、お願いいたします。あ、ありがとうございました。これあれなんですよ。先週もお話したんですけど、うん、ワクセルさんにプロフィールを載せていただいたので、はい、こちらの方からちょっとご紹介していきたいなと思います。はい。名前ひらがなで高島レオです。こちらが芸名なんで高島レオとさせていただいたんですけど、はい、ひらがなにしたことによってですね、うん、ちょっと僕もちょっと想定しなかった弊害が起きてしまってですね、というと高島マレオさんだと思われます。僕も区切る位置僕がこの間開けてないのが悪いんですけど、うん、こっちも多分あ、ここは開いてんのか、こっちは開いてますかね、開いてるね、開いてますね、うん、普通のプロフィール、インスタ、ツイッター、フェイスブックもひらがなで高島レオでやってるんですけど、うん、全部僕間開けてなくて、あ、そのことによって高島レオさんっていうなんていうありがたいことにコメントとか DM もいただくんですけど、うん、マレオさんって来るとかちょこちょこあるんですよ。でも10回に1回ぐらいの別でマレオさんってなるんですよ、はいはいはい、まあ、この機会に覚えていただきたいんですけど、はい、高島レオです。たかしはなかったの？たかしさんもいました、一人。あ、いた？はい。一人です。圧倒的にマレオ、多分、下の方が覚えやすいんですかね。まあ、マレオってないもんね。どんなだよって感じ。マレオさん。マレオさんでもまあ、うん、いいのかなって。呼びづらいですよね。まあ、僕はいいんですけど、うん。マレオくん、マレオさん。そうですね、レオンでいきましょう。いやいや、スタッフさんがなんかボケ出しました。タカ、しまれよって新しい区切りでお願いします。次、あ、ごめんなさい、もうちょっと上ですね。はい、あ、ちょっとね、顔が捕まった人みたいになってるんで。すいません。枠組みがですね、僕は血のり俳優として出させていただいてます、うん、他にも、書道家さん、あとは経営者さんとか、うん、占い師さんとかもいるんですが、はい、僕はただ俳優じゃなくて血のり俳優という分類で出させていただいてます。乗り切りました。はい、そういうことにしましょう。下お願いしますので、はい、で、あ、もうちょっと下を、すいません。経歴が、はい、経歴前回話しました。話してないですよね、うん、話した。話しましたっけ、うん、じゃあもう一度、ちょっとまだ見てない方の、あ、ああ、まあ、そこです、そこです。経歴、高校卒業後、ボクサーを目指す。19歳の時に怪我で手術なんですけど、僕、はい、17からやって、うん、その時は、まあ、なんていうんですかね、プロとかではなく、普通に、うん、まあ、高校の部活感覚で、ジムに通ってたんですよ。うん、あ、高校の、なんか、部活動とかじゃなくて、そういう街のジムでやってた。やったんですけど、うん、まあ部活感覚というかそういうような感じでやったんですけど、うんうん、で高校卒業して18か、うん、でプロ目指したら割と瞬間に怪我して。瞬間なの？半年ぐらいじゃないですか。うん、そんなか。ガチでやったら多分体が持たなかったんですね。うん、で怪我して、20歳からリハビリを始めるもボクシングを断念と。うん、あ、19歳からアルバイトで和食居酒屋、焼き鳥屋、そば屋、和食レストランで料理を学ぶと。料理学んでんだね。学んでるんですけど、うん、なんていうんですかね、そういう、なんですか、ちゃんとやらないというか。別に例えば何だろう、ガチのお魚さばいたりとか、うん、そういう
なんていうんですか、あとど料理天、まあ、天ぷらとかは多少やるぐらいなんですけど、うん、それ本当に決まったものを作らない。そうですそうです、唐揚げあげるとか、うん、そういうあと焼き鳥焼くとか、うん、そんぐらいなんで学ぶって書いてあるんですけど、多分そこはワクセルさんがうまく編集してくれてで多分学ぶって感じにしてくれたんだと思う。なるほど。実際まあちょこちょこってやってたぐらいです、うん、まあ、なんかアルバイトでいいのは、うん、ご飯めちゃめちゃ食べさせてくれるんですよ。ああ飲食店だとね、そういう、はい、でもお金払ってとかも今はそうじゃん。あそうなんです。僕いやほとんどでも全部大丈夫でした。はい、あとつまみ食いとかもできるんで、そうですね、和食レストランとかは、うん、あの冠婚葬祭、はいはいはい、結婚式とか、うん、そういうあと和食だと何ですか、お弁当、うんうん、お葬式のあそこに持ってくお弁当とかやってるとこだったんで、うん、和洋中ってあるんですよ、うんうん、中華さんが中華さんは、はい、あ僕和食なんで、うん、中華さん洋食さんって言うんですけど、うん、中華さんがご飯くれるんですよ、若いから食べろよみたいな、うん、けどあの量が尋常じゃないんですよあ本当ですよ。なんかこんぐらい、わかります、こんぐらいのラーメンと、うんうん、その半分ぐらいのチャーハンが来るんですけど、普通に考えたら食べれないじゃないですか、うん、全部でも2キロぐらいあるんですよ。ああそんな、はい、そんなでかいの。めちゃめちゃでかいです。やば。でも残すわけにいかないんで作ってもらったんで、うん、食べるんだ。食べるんですけど、その最終手段としてもチャーハンちょっとすいません、あのもったいないんで多分持って帰っていいですかってその場では食べれず持って帰ってました。持って帰れるもんだったらいいよね。はい、ラーメンはちょっとあれなんで食べきるしかないんですよ、うん、次、21歳から役者を始める。21歳から始めると言っても、うん、始まったばっかりなんで何もないわけですよね。うん、もと当然仕事なんで来るわけがないんで。そうね。まあレッスンというか、うん、稽古というか、うん、勉強し始めるみたいな感じですかね。23歳がデビューですかね。その現場に行ったのが 23? が初めてなの。いや23はうん、現場っていうのはあれですけど撮影現場ってなんですよね、うん、そうそうは何歳だ、21か2かぐらいですね。そのエキストラとか、そうですそうです、そういうで、まあ、やっててちゃんと名前載ったってかギャランティーもらえるようになったのがそれですかね、うん、って感じです。23の、はい、うん、まだ何年目だ、4年目3年目とかなんですよね、うん、で主な代表出演、主な代表作、うん、今日から俺はハイアンドロー、今日から俺はと。まあ、うん、毎回言ってますけど、ヤンキー役ばっかと。はい。というちょっと、あの、ぜひ恋愛ものをお願いします。それはだってあれですよ。うん、役者やってるからにはね、うん、恋愛ものやりたくてたぶんみんな入っていると思うんで。まあまあ、その気はある人はね、まあたくさんいるかもね。なので、ぜひぜひいただけるとありがたいです。はい、次、取り組んでることを教えてください。21年1月からネット配信の番組、これですね、アズリ、トリゴヤアズリ FM が始まったので、ね、演技力、トーク力を身につけると、うん、トーク力がなかなかつかないですよね。なんかパッと出てこないですよね、うん、わかります、その、うん、パッと出てこないです今この瞬間もまあまあ結構でも喋るよね、元がもと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 喋るんで、もともとのままっすよね。うん、その普通になんていうんですか、飲み屋にいる喋、うん、るやつみたいな、はいはい、ぐらいの感覚ですもんね。うん、あだからそのプロの喋りとかがやっぱだ芸人さんって、うん、まあ、芸人さんはその本番で喋って裏で喋んないとか全然あるじゃないですか、うん、だからそういうのができないというか、はいはい、ずっと同じなんていうか、そのままなんで、うん、でもいいんじゃない、さんまさんだってずっと喋ってる。ああ確かに、うん、さんまさんずっと面白いじゃないですか。うん、ずっと面白い。僕ずっと面白いわけじゃないんでちょっとやっぱ面白くなりたいですね、こういう番組に出る機会があるんで、うん、まあ、そうね。りゅうこさんあんま喋んないですよね、普段。全然喋んない、音がないですもんね、なんか音がない生活に生活に、うん、先週も、うん、先々週か、うん、一緒にラーメン食べ行ったじゃないですか。行った時も音がないですよね、何も。そう、さすがに吸ってるよ生活に関する音がほとんどないですよ。本当あんましない、音がしないですよね。ああまあでもなんかあんまり音立てるのが嫌だっていうか、マナー的にですか。
まあ、まあ、まあ食べるときはまあそんなに音立てないけど、はい、普段から歩くのもなんかが釣ってる人とかいるじゃない？あ、はいはい、高校生とかいます、ね、うん、すごい嫌なの、はい、気になるしっかり歩けよみたいな、はい、あんまり音も立たないかな。だからまあ普通のじゃないか、はい、静かすぎる人普段は、はい、今こうやって頑張ってます。はい、読力を身につけましょう。はい、はい、一緒にすみません次、ワクセルの面白いところを教えてください。これ、うん、ワクセルっていうのが、はい、プロフィールだけじゃなく、うん、なんですかね、プロジェクトみたいなのもあって、うん、例えばどんな、例えば海外の超貧しい国にサッカーボールを送ろうとか、うん、あと学校を作ろうとか、そういうのがあって、お、結構ちゃんとしたというか、ね、でもちゃんと、もちろんちゃんとした、まあまあまあ、なんか支援じゃないですけど、うん、そういう でクラウドファンディングとかもやってたりするんですよ、うん、へえ。ちょっと僕もその参加できるというか面白そうなのが、うん、あればちょっとやってみたいなっていうのが、企画する感じ、企画もちょっとやってみたいなと思います、うん、それがなんかワクセルの面白いところというか、うん、皆さんが共有できるんで、うん、まあ人の輪も広がるのかなと思ってます。うん、なるほど。こだわりの仕事アイテムを教えてください。これあれですよね、先週言いましたよね、言ったね、包丁もらったってやつ、ね、そうです、うん、本業の役者のアイテムではないのですが、うん、親方が、あ、これそうですね、酔っ払ってる時にって書いた方がいいですね、親方から酔っ払ってる時にもらった2本の包丁です、うん、多分シラフだってくれなかったんで、酔っ払ってるうちにあげちゃったんで、多分、うん、返してとも言えずに、うん、まだまだ もらってますこれ、もうちょっと下行けますかね、すいません。あ、これで終わりですかね。で、これが今僕のプロフィールなんですよ、うん、この後に、はい、あのいつでしたっけ、1月の27、そうですね、27日に、うん、リュウケンさん、占い師の方が、うん、来てくれたと思うんですけど、はい、リュウケンさんも、このワクセルに載せていただいてるんですよ、うん、それのなんかワクセルのリュウケンさんのもちょっと見てみようかなと思って、うん、僕の質問内容は多分ほとんど同じなんで、うん、違いが、そうです、それと比較してみようかなって思ってます、うん、はい、ちょっと出ますかね。あ、出ました、高島リュウケンさん、やっぱそうですね、みんな間空いてますよね、感じ、そうだね直した方がいいんじゃないですか高島駅伝総本家代表、うん、総師範、大ボスですかね。あ、作家 僕も知らなかったです。本出してらっしゃるんですか ね。ちょっと聞いてみましょうかね、今度ね。特技、収益、手相学、人相学、運命学、絵の本を書いてらっしゃるんですかね。うん、すごくないですか、特技。僕の特技の欄も覚えてます？覚えてない。なんか一個だけだったよね、これ、はい、コミュニケーション能力、ね、あ、そうですね。ちょっとふざけた感じなんですね。ちょっと龍介だったら根が真面目なんで、うん、ふざけるっていうのができない人なんですよ。だからもう、いや、確かに手相学も人相学も当たるんで、うん、まあ、特技なんで、それはちょっと羨ましいなと思うんですけど、ね、僕多分これといって特技ってなかなか普通の人は、うん、ないというか、あります？ちょっと役者やってても、うん、特技演技とは言わないですもんね。あんま言えないよね。言えないっていうか、怖いっすよね、うん、じゃあやれよって言われたらもう、うん、絶対無理なんで。特技、そうですね、龍拳さん、あ、龍拳さんじゃない、龍、ん、龍光さん、はい、龍光さんも特技があんまりないですか？そう、でもちょっとね、はい、思いついた。何ですか？二重にする。あ、手を使わずに。あ、今一重、奥二重みたいな感じですかね。まあ、普通に一重だと思うけど。今いけます？いける。いきますよ。わかるかな。でもドドンってこないですね。でもやってんだけど。え、あれですね。これ普通に戻して、はい、二重。あ、でもなんか黒目が大きくなりますね。そう、黒目大きくなる。はい、黒目の幅が多分って、あ、まあちょっと広がるからかな。これで人相学やってもらったらまた違うんじゃないですか。ああ、違うかもね。ぜひちょっと来てもらった時にこれでやってもらいましょう。でもこれにらめっこが強いの。何ですか？あ、笑わないんですか？あ、じゃあじゃあじゃあみんな笑うの。あ、そうなんですか。そうずっとできるからさ、ずっとやってると笑うのね、やっぱ。じゃあ次お願いします。はい。座右の銘、一
人の力は小さいが一人の存在は大きい。ほう。あ、その後違うのか。うん、お気に入りの場所全然見えてない。一人の力は小さいが一人の存在は大きい。また深い。どういう意味ですか。え一人の力は小さいが一人の存在は大きい。どういうことですか。まあ今度来てもらった時に。あ、わかりました。お話ししてもらいましょう。お気に入りの場所。暖かな日だまり、そよ風の吹く道、布団の中。いや布団の中わかる。笑顔のそば。今は、あ、じゃあじゃあ、これは別ですね。今ハマってることはまた別か。いや、わかりました。布団の中は。布団の中は最高だね。布団何使ってます。ベッドですか。ベッド。ベッドですね。僕もベッドなんですけど、うん、一人暮らしでもうベッド神聖な場所なんですよ、うん、で一人暮らしではい、はい、リビングと寝室を分けてるんですよ、うん、でもう家帰ってお風呂入ってないとそこ出入り禁止なんですよ、うん、で超神聖な場所にしますから、ね、結構友達来るでしょ。来ます来ます。どうしてんの。え、閉めておきますその部屋。ああ、もう入れさせない。なら普通にお風呂入れます、まず、うん、男の人とかパッと入っても別に、ね、そんな見られて困るようなもんないんで、男同士だったら、うん、女の子だとちょっとすっぴんとかですし、うん、ちょっと気まずいんですけど、別にないんで男の人と入ってもらって服貸して、うん、って感じですかね。うーん、結構でも来ますね。確かに人は、スミさんも泊まり来てましたしね。なんかいろんな人が行ってるらしいね、はい、うち来るんですよ ね、鍵も渡して。そうそう鍵渡しってか、鍵渡す意味が楽なんですよ。僕あんま家買えらないんで、うん、そうなんで、向こうが困るじゃないですか、うん、出れないし、まあまあ、入れないんで、うん、なんで渡してなんかそのまま帰ってこないことが多いセキュリティ的に大丈夫ガバガバです、ね、やばいよね。次、今ハマっているものづくり、例えばそうですね、作家のあれなんですかね。あ、でもゲームも作ってって言ってましたね、うん、あ、そっちの趣味じゃ、特技の方でもアナログゲーム作りってあるから。なんですかね、アナログゲーム、人生ゲームみたいなやつなんですかね。こないだちょっとなんか聞いたんだよな。え、誰にですか。リュウケンさんに。いつですか。え、帰り。あ、そうなんですか。うん、ちょっと途中まで一緒だったから。 あ、そうなんですか。ちょこっと話してて、途中まで一緒って僕も一緒でしたね。だったら、だってその時は反対方向行ったじゃん。あ、そうでしたっけ、うん、あ、なるほどなるほど。そう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 。あ、そうなんですね、うん、今度会った時にちょっと聞いてみ。なんか絵も見せてもらったけど、はい、なんかすごいなんかドラクエチックな感じの絵だった。その時は。そうなんですか、うん、ちょっと今度聞いてみましょう。うん、下行けますか。下に、あの、なんか写真のソファーみたいなのがすげえ高級感すげえありますよね、うん、高級感が。下にお願いします。はい、経歴、駅舎、台湾、中国に、あ、にある駅の総本山である福毛八卦病です、うん、覚えた、はい、福毛八卦病の日本代表、高島駅伝総本家の、なんて書いてあるんですか、現総師範、現総師範、5000人以上の、なんて書いてあります、ご相談を駅によって鑑定、有名人多数のお忍びで鑑定、そうなんですか。まあお忍びだから名前はまあ言えないでしょうけど、うん、これさ、僕今日漢字のところが読めてないですね、うん、あの視力的にその漢字が読めないとかじゃなく、うん、ちょっとぼやけてます、ね、まあしょうがない。また19歳の頃からゲームも作っており、ゲーム制作、海外で有名な海外イラストなども手掛けている。うん、すごいですね。すごいよね。あ、すごいですよ、ラジオ出演で高島玲緒のチャレンジプラスを出してくれてるんですありがたい寺原清美の日本を取り戻す、なんて書いてます、マヤのハッピーサタデー、うん、みんな冠番組にお邪魔してる感じなんですね。高段、立川ロータリークラブって言ったら僕の地元の方ですよね、うん、JTB ベネフィット、 YouTube 番組、おきつね広報室等多数出演、うん、やっぱいろんなとこから呼ばれてるというか、うん、やっぱすごいですよね。すごい人だからね。次お願いします。取り組んでること、取り組んでることを教えてください。駅で人や世の中を幸せにする、すげえ、ゲームや
駅や物語などを用いた娯楽文化で社会の勇気と幸せを届けるやっぱ、うん、だ誰かとは大違いだ すごいな全然違う、ね、なんでこんな違うんですかね。すごいですね、うん、やなんか世界が違うというかアクセルの面白いところを教えてください。いろんな答え方よ。いや価値観があって志が高い頼もしい、こだわりの仕事相手も教えてください、うん、全部読めない なんて書いてあるんですか。分からん。あでも多分名前は分かんないですけど多分あれですよね、うん、あのガシャガシャのやつ、あの次回来たらやってくれるって言ってたあれなんですよね。これだけは譲れないというものは優先順位をつける上位3つの頭から一つ一つ順番にクリアしていく。下お願いします。これから目指したいことを教えてください。日本のゲームやアニメ、漫画など文化に貢献して勇気と幸せを拡散する、日本や世界の駅に必要な方々に駅を届ける。僕の欄覚えてます？もう全然覚えてないよ。島を買うですからねこれでゆうけんさんのが終わってしまいましたね、うん、どうなの自分と比べて。全然なんかやっぱ真面目ですし、うん、規模が違いますよね。基本世界基準ですからね、うん、すげえなと。あ、税畜。あ、税畜。あ、なるほどなるほど。税畜っていうみたいですね。あれを使ってね、また占っていただけたらなと思います、うん、はい。ここでですね、はい、この番組が、高島レオのチャレンジプラススポンサーをですね募集していたんですけども、はい、なんとなってくれるという方がいらっしゃいまして、ちょっと、整体治療院なんですけれども、はいはい、うん、こちらをですね動画があるのかな、そうですね、紹介していきたいなと思うんですけど、うん、スポンサーというのがですね、はい、まあ、今これから流すんですけど、うん、動画を流すこともできますし、はい、まあ、この番組にですね、はい、今基本ゲストに来てもらって、うん、新しいことをチャレンジしていくという形なんですが、スポンサーさん中心で企画を作ったりもしてきますので、はい、うん、あんなことにしたいっていうものがあれば、そうですね、はい、あと単純に、うん、あの僕らと楽し面白いことをしたいっていうような感じでも全然あれなので、うん、もしもしご興味ある方いらっしゃいましたらご連絡いただければなと思います。連絡先というのはこちらのツイッターからアカウントか、もしくは、うん、Twitter、インスタ、Facebook が全てですね、じゃあ高島レオで検索していただければ出ると思うので、うん、ぜひぜひお願いしたいなと思います。じゃあちょっと動画があるみたいなので流していただけますでしょうか。日野市玉平で針、整体、マッサージ。肩こりや腰痛などでお悩みの方に、整体、辛い痛みの原因を改善、腕太くないですか、早めの施術で快適な生活を取り戻しましょう。ガイナ治療院、ぜひお待ちしております。はい、ということですね、日野市玉平っていうと、うん、場所でいうとあれなんですよ、うん、甲州街道あれじゃないですか、うん、のちょっと出た国道20号沿いに、うん、なしにコニカミノルタっていう大きい会社があるんですけど、はいはい、わかります？うん、場所は場所までは分かんないけど、その向かい側ですね、うん、になんかあるみたいで、うん、それで治療院をやってる感じですね。整体そうですね、はさっき映像にもありましたけど針もあるんですかね、うん、やったことあります？治療針はないけどマッサージぐらいですか、うん、だね。マッサージを僕多分あんまりなんていうんですか、肩凝ったとかのが、うん、なんて分からない。あ、確かに分かんない。でもまあやってもらうのは気持ちいいです、うん、なんで針とかのまではいかないんですけど、うん、そのひどい人だとなんていうんですか、立ってるのが辛いとかいう人いるじゃないですか、うん、頭痛くなっちゃうとか、うん、そういう人は多分針治療とかの方がより効果的なんだと思います。あ、まあツボを刺激して治療っていうかするわけでしょ、はい、針も多分、うん、場所によって多分背中に神経が多分たくさん通っているので、うん、打つ場所もその場所を打てばいいってことでもないと思うんですけど、うん、ちょっと分かんないんですけどね。
のでちょっと興味はあるんですけど、うん、またもしもしゲストでこね来てくれるんだったらちょっと教えてもらいたいなと思いますけど、逆に行ってみれば、そうですね、うん、やってくださいって言って、うん、やってもらってもらいにちょっと日野市まで行ってきますはい、お願いします。がいな治療、そうですね、うん、こんなような感じで動画も流せますので、ぜひぜひそのさっさん、うん、企業経営者さんぜひよろしくお願いいたします。お願いします。次なんですけれども、はい、ですね、僕2月14日がバレンタインだったじゃないですか、うん、はい、チョコとかってもらいました？もらってないですね。買いました、自分で。買いません僕、うん、毎年買ってる、まあ、自分で買ってるんですけど、うん、ものすごくお気に入りのチョコがあって、はい、ちょっとそれを紹介させていただきたいなと思うんですけど、生チョコなんですけど、あ、これですね、バレンタインオリジナル生チョコ販売、立川のパレスホテル、ホテルでチョコ売ってるんだ。そうですよ、ホテルの、もともと僕が初めてこれを知ったのが、うん、バー、ホテル内にあるバーに行った時に、うん、なんかお通しじゃないですけど、なんていうんですか、バーでそういうのなんていうのか分かんないですけど、先付けじゃないですけど、うん、の時にナッツ盛り合わせ、うん、あとチーズ生チョコっていう、あ、その3つがなんかおつまみ盛り合わせて出てきて、え、チョコと思ったんですよ、うん、その時ウイスキーソーダ割り飲んでてハイボール、うん、でチョコとハイボールってものすごく合うんですよ、うん、これすごいって思って、うん、これあの10、僕買ってるの16個入りかな、うん、なんですけどすぐなくなっちゃいます、気づいたらなくなってるんですよ。いや本当です。これちょっともう多分あれか14日までしか売ってないのかな。今年はもう終わっちゃったんですけど。ですけど多分そのバラ行ったら食べれるんですよ。うん、ああ売ってないけどその出してもらえる。その中で出してもらえると思うんで、うん、もしもし食べる行く機会がある方はぜひ食べていただきたいです。本当に美味しいです。うん、本当に美味しいしか言えないんですけど。別に泊まらなくてもいいんだよね。泊まらなくてもそのバーだけで、はい、うん、2階かなにあるバーがあるんですよね、うん、な、結構いろんなカクテルもありますし、うん、なんかバーって僕あんま行く機会ないんですけど、うん、その好みに合わせというか、うん、こういう感じでって注文すればカクテルも作ってくれますし、行きますバーとかって。いや、ほとんど行かなかった。そうですよ、なんかちょっと大人の、うん、なんていうか、クールなイメージがあるんで、うん、ちょっとは若い人入りづらいかなと思うんですけど、 そこは別に そういう感じでもなく、うん、結構入れるような感じなんで、もしもしよかったら行っていただけて、行っていただいて、はい、生チョコをちょっと食べていただければなと思います、うん、はい、バレンタインって、うん、あれどんなあれがあります？どんなあれが思い出思い出なんか14日ソース3日前でしたけど、あ、なんか中学生の時に、はい、なんかその同じクラスの子から、はい、なんかもらってほしいっていう子がいるんだけどみたいな。え、どういうことですか？もら、ああ、どんな、なんかことづけじゃないけど、はい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 、でなんか言われて、はい、まあその指定された場所に行くわけですよ。はいはい、まずっぱい感じの、うん、はい、で行ったはいいんだけど、まあ、まあその子がいるのね、間の間じゃなくて、その直渡したいっていう人、はいはいはい、っていう子がいて、そこに行くんだけど、なんかそこちょうどなんか中庭で、その学校の、あ、え、学校内で、学校内で、僕そう、もうてっきり放課後かと思って。あ、全然全然。あ、そうなんですね。まあ放課後のその部活始まる前だったんだけど。あ、なるほど、はいはい。でその中庭に呼び出されて行ったんだけど、はい、まあなんか近づくと逃げるの。ああ、緊張なのかって感じ。なのか、はいはいはい、でちょうどそこが一周回れる感じなのよ。あ、なんか中庭が、はいはい、で結局一周回って、はい、どういうことってなんかちょっと戻って、その中間にいた子に聞いて、はい、ちょっと待ってみたいな話つけてきて行っていいよみたいなで行ってチョコもらってみたいな。なんか書いてありました、手紙とかは。いや、特にはなかったけど。なんかその後何かあったとかありました？うん、何も
何もないですか、うん、何一応本命なわけですね。要はどうなんだろうね、 今になったら分かんないけどなんかまあその売ってるチョコ、はいはいはい、だったけど、そうなんですね、うん、そんな中学生で中2の時かな。すごいですね、うん、なんか、まあ、気になりますねその、うん、この気持ちというか気持ちはね。でもなんかもうこっちが好きな人がいることは分かってたから、龍光さんが誰かを好きで、うん、ああそうなんですね、もう玉砕覚悟で、玉砕覚悟何が分かんないけどで渡して、そうそうそう、そうなんですね、なんでくれたんだろうなみたいな。でもいいですね、そう思い出残ってる、うん、そんな思い出はあったよ。へえ、なんかないの？バレンタインですか。うん、うん、バレンタインは小学校ですかね。中学は結構厳しくてそういうのがダメで、うん、小学校、僕小学校の時、うん、モテたんですよ。おう、ドッジボール強かったんでそういうのでモテるよね小学校は足が速いやつか、うん、あのドッジボールができるやつがモテるんですよ、うん、なんで僕ドッジボール強かったんで、うん、まあまあくれる方もいたんですよ。だから直接は渡されたことなかったですね、うん、ランドセル入ってるとか、あ、知らぬ間に入れられて、はい、なんか開けたらババって落ちてきてみたいな。下駄箱とかじゃないんだ。下駄箱じゃなかったです、ね、うん、そこ気使ったんですかね、それ衛生面的に確かにランドセルとあと道具箱っていうのもありました。うん、あ、まあ小学生だとね、全部匿名だったんで、うん、誰かわかんない。あの一人幼馴染の子が毎年くれてるんですけど、うん、その子はわかるんですけど、うん、あとほぼほぼ匿名で、うん、なんか渡してくれます。まあすごいありがたいんですけど、うん、返さなくていいっちゃ返さなくていいんで、うん、もういっぱいもらうだけのやつだったんで。何個もらったのその時？でも5とかじゃないですか。うん、結構もらった。そんなに。でも1個その幼馴染の女の子だったんで、うん、あとは分かんないやつですね。うん、結構小学校の頃の方がそういう文化がなんか親が結構張り切りますよね。うん、女の子の親がなんめっちゃいいの買うのか、はいはいはい、で、いや、いいよ持ってくださいみたいな感じで、うん、で放課後とかも結構待ち伏せしてされてた子とか見ました、ね、で家近い子は、うん、家の前に女の子が多分15人ぐらい集まってて、うん、で1人の女の子こうやってやってるんですいやめっちゃいいなと思って僕はちょっと遠くから見てました、うん、すごくないですか。でもちょっと恥ずかしいですけどね、うん、僕がその子の立場だったら、うん、誰も付き合って良さないですけど結構でも小学校ありますよね、そういう渡し合いじゃないですけど。小学校なかったね。あ、本当ですか。なんか一回だけなんか小1の時になんかまあもらったけど小1、うん、全然あの僕らの話は5、6年なので全然違ういや、そうなんですね、うん、いや、まずっぱい思い出が2人ともあったんですけど、多少なりもうちょっとあるね、あったね。今回、はい、企画が、うん、僕が読んだことない、うん、最近新しく読んだ漫画をちょっと紹介させていただきたいなと思ったんですけど、はいはいはい、あと10分しかないんで、あら結構喋ったね。あのあれなんですよね、うん、横に抜けてくるのが多いんですよね。あ、まあまあしょうがない脱線してくるよねのが多いこの番組、はい、でちょっとだなっと紹介していきたいなと思います、はい、僕ちょっと紹介してさせていただきたいのが、はい、ちょっとコンプライアンスというかの関係で映像が出せないんですけど、うん、フェルマーの料理っていう、お、知ってます？料理漫画なんですけど、うんうん、僕あの食劇の相馬もそうですけど、うん、料理漫画結構読むんですよ。うん勉強知識だけを入れてて、はいはい、でフェルマーって知ってます、うん、フェルマー知らない。数学の父でしたっけ。はあはあ、数式の父、来てんのね、はい、フランスかどっかの裁判官だと思うんですけど、うん、っていうのの要は数学を料理に取り入れるっていう、なるほど。主人公の男の子は高校生なんですけど、うん、高校生がもう東大なんてもう別にいつでも入れるんで、はい、みたいな感じのスタンスの子、はいはいはい、で数学オリンピックに出、その子最終試験で落ちてギリギリ出れなかったんですよ、うん、あでもそういうところまで行けちゃう子、そうですそうです、そういうようなところまで行けちゃう子の物語なんだけど、うん、がまあなんか料理人中その要は数学オリンピックに出れないことによって、うん、退学というか
退学か、うん、君は退学になっちゃうんですけど、うん、それをあ違う数学オリンピックに出れないことによってあれ特待生を下ろされて、あはいはいはい、で数学のオリンピックじゃないですけどもう一回大会があるんですけど、うん、それに出ませんって言ったら退学になっちゃうんですよ、うん、おい結構理事長が怖い方らしくて、とんでもない人でそれで時にたまたま会った、うん、朝倉海っていう料理人がいるんですけど、うん、朝倉海っていう料理人がいてその人にちょっと救ってもらうじゃないですけど、うん、その何でしたっけ主人公の男の子が作ったナポリタンを食べて、うん、こいつはすごいってなって拾ってもらうものと、でまあ結局東京大学は受験するんですよ、うん、で受かるんですけど、お受かるんだ、行かないっていう贅沢なとんでもないことそれもなんか理事長への、うん、まあ、受かったことによって東大社合格数っていうのだけあるじゃないですか、はいはいはい、うん、それに乗せるためだけに受けていかないんですけど、うん、本当は料理がやりたいみたいな、うん、料理がやりたい人なの、はい、そうです、数学でなんかじゃないです、もう料理を数式にするんですよ。ああ、もう最初からそういう人なの。はい、もう数学脳の人で、うん、で例えば食べた料理を逆算して式を出すみたいな、うん、はいはい、そういうような感じの人なんですよ。それを読んで、はい、料理勉強中です、うん、はい、でもまだ2巻しか出てなくて、うん、あの青足ってわかります？ちょっとわかんない、サッカー漫画なんですけど、うん、知らないですか？青足っすよ、なんか聞いたことある、えそんな見ないのよ。本当ですか？青足を描いてる方と一緒なんで、うん、そのフェルマーの料理もあんま出ないんですよ、うん、青足もまだ終わってないんで、同時に進行してんの、はい、すごいね。なんで青足も35巻ぐらい出てんのかな、それで、うん、と一緒にフェルマーの料理も進んでるんで、すごい。キャラクターの顔とかはちょっと似てるんですよ。まあそりゃ似るよ、はい、だけどその人なんであんま進んでなくて、多分1年で2冊ぐらいかな、うん、しか出てなくて、めちゃめちゃ僕は楽しみにしてるんですけど、実際なんか何あるもので再現できる。あ、でも料理のなんていうんですか、出てくる料理全然普通です。例えば特別な料理とか出てこなくて、うん、作ってるのはナポリタンとか肉じゃがとかなんですけど。ああ、じゃあ全然真似できる。けど本気のナポリタンなんです。おお。というと、なんていうんですか、ね、素材が違う。素材も一緒で、うん、調理方法をちょっと変えたりとか、これちょっとあんまネタバレとかになっちゃうんですけど。下ごしらえとかがなんか複雑な工程を。とか、うん、あとフォークの温度をこだわったりとか、それで味変わるんですって。室温こだわったりとか、そりゃそこまでできない、ね、すごいすごいです。でも麺も普通に茹でるだけじゃないんですよ、うん、茹でて一工夫加えて出す、うん、炒めて出すとか、あと肉じゃがとかもそうですね、うん、肉じゃがとそういうとか家庭的な料理とか普通に作れるような料理を本気で作るんですよ、うん、数式に当てはめて、ちょっと面白そうだ。肉じゃががもう牛ヒレ肉で作ります肉じゃがって呼べるの結構本気の料理だ、なんかあります？最近読んでみたいとか読んでみた漫画。読んでみたあのちょっと最近になってあれなんだけど、はい、ぐるぐる2っていう、はい、魔法陣ぐるぐるの続編をまたちょっと読み始めてて、ぐるぐる2って僕全然聞いたことない有名なあれですかね。あ、でもな、あの有名なってっ昔、はい、アニメになって、はい、まあ、ちょっと前だけどまたリメイクじゃないけど、あ、そうなんですね、もう一回やったみたいな。え、いつぐらいのあれなんですか？最初はでも小学校の時ぐらいだから90年代とか。あ、そうなんですか。で2010年代にやってたかな。え、あ、そうなんですか、うん、え、じゃあ全然知ってるけどな。で今もまだ連載続いてるんだけど、ぐるぐる2、うん、ちょっと見てみよう。あの何、魔法の話、はいざっくり言うと、はい、でまあその魔王を討伐するみたいな感じの話なんだけど。あ、そうなんですね、うん、僕あの最近ジャンプでやってる、うん、ジャンプって1冊かっていうかで、なんかお笑い部門みたいになるじゃないですか、うん、そこので結構そこの枠結構好きで、あ、はいはいはい、犬丸出しとか、はいはい、分かる方は分かると思うんですけど、
犬ばらしは僕漫画全巻持ってますから、結構ぐるぐるもちょっとそっち寄り、あ、コメディ寄り、コメディ寄りの感じのあれとか、あとギャグ漫画日和とかですかね。その枠の漫画で新しく出演したから、ね、去年の7月とかに始まった漫画なんですけど、うん、僕とロボコっていう、ああ、はいはい、知ってます？知ってる、読んでないけど、あのその枠って結構読まない人いますよね、なんか、うん、飛ばす人いますよね、なんか疲れるっていうか、ああ、僕自分的にね、そこめちゃめちゃ好きで、その枠が、うん、僕とロボコっていうのはもう AI というか、うん、ロボット、お世話メイドの話なんですよ、はいはい、お世話メイドとなんていうんですかね、もうのび太みたいな感じ、うん、主人公のび太みたいな感じで、まあ、ジャイアンにいたのと、とあとスネ夫にいて、うん、まあ、なんかドラえキャラクターなんかちょっとドラえもんをベースにしてんのかな、まあ、作者は全然違うんですけど、うん、似てんのかなみたいなのがあって、うん、すごいめちゃめちゃ面白いんですよ、読むかなどうしようかな、本当ですよこれ、うん、あのなんていうんですかね、ちゃんとギャグで、うん、その今までにない感じのギャグ漫画というか、うん、狙いに行ってないというか、おう、伝わんないなこれ、ちょっと読んでくださいと、ね、読んでみないと、あともう一個はあれです、うん、タイムパラドックスゴーストライターっていう、おう、知ってます？わかんない、これもジャンプで書いた、はい、なんかレンジ、あ、はいはいはい、知ってる知ってる、レンジをチンってすると、うん、未来の漫画が、はいはい、出てくるんですよ、あったあった、それの通りに漫画を書けば、うん、売れるっていう、売れるっていうやつなんですけど、うん、これまだ僕あの漫画買ったんですけど、単行本買ってるんですけど、うん、まだ見てなくて、あ、そうなの、あらすじをバッて、あ、面白そうってやって、うん、まだ見てなくて、めちゃめちゃ今気になってる漫画なんですよ、でも終わっちゃったもんね、終わっちゃったんですか、終わっちゃってる、だいぶ、うん、終わっちゃってる、え、2巻ぐらいで終わったってことですか、多分そんぐらいなのかな、え、そうなんですか、そこまで長くはやってなかったかな、ちょっと調べてみて買ってみますわ、うん、普通に面白かった、あ、本当そうですよね、うん、じゃあちゃんと見てみます、はい、お願いします、あと漫画じゃないんですけど、うん、僕最近ハマってるもの、うん、っていうと Hulu 会員なんですけど、うん、Hulu で、うん、イギリスの BBC ってわかります？ BBC だったかな、うん、BB かな、要はイギリスの NHK みたいな感じですかね、うん、NHK ってちょっとあれなんですけど、その国民、うん、国民放送、民間放送みたいな感じで、イギリスの BBC 多分動物系のにめちゃめちゃ強くて、その海洋生物のドラマとか、うん、あと動物系アフリカの狩りの瞬間とか結構撮ってるあれなんですけど、うん、例えばあのホウジロザメがアザラシに食べるシーンとか、うん、あるじゃないですか、撮るやつあるじゃないですか、あれって1回撮るのに何3ヶ月ぐらいかかるんですって、そんなその瞬間を、まあ、瞬間だと難しいか、はい、抑えて、うん、でカメラに収めなきゃいけないですから、うん、もう見るだけならまああるんでしょうけど、その瞬間っていうのが、うん、ですって、そういうドラマ的なの何個も撮ってるやつなんですけど、うん、で最強の狩り主は誰かみたいな、過去の動物も、うん、入れて、今ライオンとか狩りが一番すごい人、すごい人というか、はい、上手なのは誰かとかのがあって、うん、それ要はどのぐらいの自分の体の大きさ関係なしに、うん、どのぐらい大きいものを仕留められるかっていうのでランキングなんですよ、うん、で多分2位だったと思うんですけど、うん、の動物がめちゃめちゃすごくて、うん、ライオンとかって、うん、牙が多分僕らの親指ぐらいなのかなじゃないですか、うん、そんな大きくないじゃないですか、うん、であれって首とかを噛んで窒息死させるんですって、うん、あ、噛みちぎってとかそういうことじゃないで、喉を潰して窒息させるんです、うん、10分から15分かけてちゃんとなんかしとめる、確かにずっとかじってる、噛んでます、かじってる、うん、なんですけど、その2位のは、うん、その牙が2本こうって入ってる、まあ、サーベルタイガーみたいな、うん、ちょっと大きいやつなんですけど、あの牙って何のためにあるかっていうと、うん、この動脈、うんを刺して切るんですって、だからそれだと10秒で終わるんですって早っあの要は血が流れて失血死、うん、失血死なんで血抜きみたいな、そうですそうです、やり方が全然違うんで、うん、そうなんだと思って、それで要は時間もかからず仕留められるっていうんですけど、うん、じゃあなぜ退化したんだって話なんですよね、そうだよねそ, だそんなに便利だったらね
で、それが僕も分かんなくて、うん、そこまで全然なってないですよ。全然疑問に思ったんですけど、うん、でもすごいなと思って。あとコモドドラゴンって分かります、うん、なんかトカゲみたいなやつ。そうですそうですそうです。あれって、うん、あの足そんな速くないじゃないですか。あ、そうなの。はい、もう言うてトカゲなんで、うん、でどうやって狩りするかしてます。あれ分かんない。あれも肉食なんですよ、うん、あれ600キロとかのバイソン、うん、牛、うん、みたいなのを仕留めるんですって。すごいじゃん。あの人たちどうやって、あの人たち、うん、あのか、あの方たちはどうやって仕留めるのかっていうと、うん、牙に、うん、全部牙に毒が出るようになってるんですって。あ、毒で殺しちゃう感じけど、うん、なんか足ペッて噛まれるじゃないですか、牛とかが、うん、この低いね、あいつらが、うん、噛まれると足切ったらもう血が止まらなくなるんです、その毒で。へえ。それで何週間も待ってもうあの切ったら擦り傷なんで、うん、何週間待って倒れるのを待って食べるんですって。へえ。めちゃ、その最近 BBC に思って動物系の知識がめちゃめちゃ増えたんですよ面白。でも海、そのサメ限定とかもあって、うん、フールすごいなと思いました。うん、めちゃめちゃすごいです。じゃあもうそろそろ時間ということ で、ね、時間に。ちょっとあの漫画の話が、ね、最後なんか動物の話になっちゃったんですけど、はい、次回はですね、はい、僕が大塚ドリームショーという舞台にお世話になってるんですけど、うん、そちらの座長に来てもらいまして、まあ、今までいた、まあ、舞台での問題児とか、うん、そこの話をする、裏方、裏のね話をちょっとしていただきたいなと思います。はい、また次回見ていただけたらなと思います。以上、はい、高島レオのチャレンジプラスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。